キックオフ。FC 今治は昇格を占う大一番、ホームに大宮を迎えました。圧倒的な強さで首位を走る相手ですが、今季優勝するにはどうしても結果が欲しい FC 今治。立ち上がりは互角の勝負を見せます。今治がシュートを打つとすぐに相手も打ち返してきます。五分五分のがっぷり四つに見えましたが、前半25分にシルバの強烈なミドルシュートが突き刺さります。さらに4分後には裏を取られ追加点。前半終わって2対0とリードされます。後半に今治はもう一度ギアを入れ直します。相手のクリアボールを坂野が落として近藤。コース、強さともに素晴らしいゴールで今治が1点差に迫ります。次の1点が決まればというところでしたが、その後再び大宮に攻められた今治は立て続けに失点。これが首位の強さ。この差を埋めなければ優勝はありません。全員で帰ってきたこの J2 の舞台、ここまで開幕から2ヶ月が経ちました。なかなか波に乗り切れない部分もありますが、ここで強力なフォワード陣を擁する甲府を叩いて一気に波に乗っていきたい愛媛 FC です。ゴールデンウィーク初日、多くのサポーターが訪れたニンジニアスタジアム、愛媛 FC は5位の甲府を迎え撃ちました。さあ、このボールはピーター・ウタカ前線を抑えました。さあ、右から上がってくるのが宮崎純馬。そのままシュートに行きました。ピーター・ウタカです。今年で40歳、説明不要のこの甲府のピーター・ウタカ、2016年 J1 で、そして2020年は J2 で得点王、 J リーグ通算130ゴールを決めています。ピーター・ウタカやアダイウトンといった強力なタレントを擁する甲府に序盤から圧倒されます。そして前半13分、さあここは細かくつないだピーター・ウタカ、前に出る森下迎撃、ウタカがかわして、さあ正面に入った、ここでアダイウトンを使ってくる、ワンタッチ、右足を流し込んだ。先制点は阿部ヴァンフォーレ甲府。最後に流し込んだのは23番関口。いや、厚い攻撃でしたね、今ね、早かったしね、ほとんどピーター・ウタカがうまくシュートを打つ格好をしている、切り返して、はい、うまくつなぎましたね。最後のワンタッチパスがね、もう全く入ってくる選手がフリーになりましたよね。ウタカがここで3人引きつけて正面、そうですね、はい、ま、守りが入ってたけども、それをワンタッチでね、はい、アダウトがね、打つ格好したから、はい、全部そっちに守りが集中しちゃって、後ろから侵入してきたこの23番の関口には誰もつけませんでしたね。そうですね、早い時間の失点に嫌な雰囲気が漂いますが、しかし、そして左にはたいて、さあここから1対1になってしまっている徳重。徳重よく防ぎました。その三鷹がコーナーク、アダイウトンからボールが入ってしまっている。ただここはうまく守った徳重。徳重と森下の守り、木村のシュート。おー、ナイスセーブですね。フルス相手に容赦のないシュート、木村拓人でした。ベテランゴールキーパー、40歳の徳重健太です。この日のゴールを守ったベテランが懸命に耐え抜き、チャンスを待ちます。すると前半終了間際のセットプレーからでした。ニアを狙ってくる、中央こぼれて押し込んだ。さあ、ホームの愛媛、最後に押し込みました。同点。前半アディショナルタイム、キャプテンの小川空、こぼれたボールを見事に押し込んでみせました。全くフリーになりましたね、はい、やっぱりあのキーパーが出にくいところに、まあ、2人選手が競っているところにキーパーが出てないんですね、うん、だからアンダーソンにセンタリングを上げればいいんですけどね。
同点で試合を折り返します。ここまでどんなふうにご覧になりますか。まあ、前半はね、甲府が先行して素晴らしい得点だったと思うんですね。して結構攻めるケースは甲府の方が多かった、はい、谷繁を中心によく守ったと思うんですね。そのおかげで結局同点に追いついたという、追いついた形でハーフタイムに入りました。そうですね。だからそうじゃなかったら 1-0 で負けてるか同点になってるかね、ロッカールームの雰囲気が違いますよ ね、 これね。どちらかというと追いついた方がわっとくるところですか。はい、そうですね。その勢いを後半にどう生かすかということじゃないかなと思いますね。セルジオさんのその言葉通りの展開となりました。後半開始からわずか2分、谷本さあ進入してきた、石浦のシュートだー。素晴らしい。ここで伊予のファンタジスタが見せる。後半開始早々愛媛勝ち越しゴールを決めたのは石浦大河。甲府の前半の得点に負けないぐらいの素晴らしい内容だったじゃないかなと思いますよね。はい、よく石浦も今飛び込んできましたね。そうですね。はい、石浦の今シーズン3ゴール目、サポーターと喜びを分かち合って、さあ勝ち越しに成功したのはホームの愛媛。前半終了間際の勢いそのままに愛媛がリードを奪います。縦に入れて、さあ三平にボールが渡ってしまっている、ワンタッチ。しかし宇高の前には行かせませんでした。1点を追う形となった甲府の猛攻を受けますが、ファーを狙ってくる、飛び出している、押し込むことは、おー、よく守ったね。うまく守りました。最後はこれは石浦ですか。キーパーじゃないからこれは大きかったですね。取り替えのクロス、宇高のヘディング、徳重。ここは徳重が通さない。今日は谷繁のフィーですね。点取った選手より、はい、取らせてない彼がヒーローですよ。やっぱり徳重。水野ライン際ふわりと上げる、ファーサイド、ファビアン・ゴンザレス。しかしそこにはやはり徳重健太が愛媛のゴールに鍵をかけます。切り返して再び三沢、右足で狙ってくるか、切り返して佐藤のシュート、ルーズなボールになったが、これは徳重前に出る。徳重が防いだ。今日は神様ですね。今日の愛媛のゴールには徳重健太という守護神がいます。そしてその時が、ここで長い笛が3つ。エースを欠いた愛媛、しかし若き力、キャプテンとファンタジスタのゴールを大ベテランの守護神徳重健太のコースで守りきって、ホームで4試合ぶりの勝利を飾りました。今日は再三再四、四五点は防いでいるんではないかという徳重のナイスセーブもありました。いや、編集して彼の守りをね、全部編集したらとんでもない数になってますよ、これね。どっかで何回放送で流します。はい、はい、ということで、この後は徳重健太選手のナイスプレー集をご覧いただきましょう。そして左にはたいて、さあここから1対1になってしまっている徳重。徳重よく防ぎました。そうですね。第12節甲府戦を勝利へ導いた徳重健太選手のナイスセーブ集ご覧いただきます。木村のシュート、おーナイスセーブですね。アダユートンがしっかり時間を作って狭いところ抜け出してからのこのシュート、なんとか徳重が左腕1本。取り替えのクロス、宇高のヘディング、徳重。ここは徳重が通さない。今日は谷繁のフィーですね。ベテラン徳重、ここでゴールを割らせるわけにはいかない。これで4点ぐらい塞いでますね。ですね。すごいセービング、またも会場を開けます。いや、セルジオさん、これはもう徳重を褒めてやってください。いやいや、もう今日はもう点取った選手より、はい、取らせてない彼がヒーローですよ。さあここで変わっていた水野、切り返して右足のシュート。おー、今しかしそこには残念、徳重がいます。ちょっと変化したんですね。当たったんですね、誰かに。そうですね、少し難しい。キーパーが足ついてます。水野ライン際ふわりと上げる、ファーサイド、ファビアン・ゴンザレス。
しかしそこにはやはり徳志が、徳志が健太が愛媛のゴールに鍵をかけます。ルーズなボールになったが、これは徳重前に出る。徳重、徳重が防いだ。今日は神様ですね。今日の愛媛のゴールには徳重健太という守護神がいます。今日の MVP は選びやすいですね。今日ね、その心はもうゴールキーパーしかないですね素晴らしいですね。徳重選手、ナイスプレーでした。次の試合もお願いします。 J2 リーグ、そして J3 リーグ、次節の対戦カードです。